RQ-21 ブラックジャック RQ-21 はアメリカ合衆国のボーイング飲出者が開発した無人航空機。愛称はブラックジャック。飲出者の商標はインテグレーターである。2007年にアメリカ海軍の小型戦術無人航空システム計画に応募し、2010年に採用された。2016年1月に初期作戦能力を獲得したが、 その前に2014年4月から9月にかけてアメリカ海兵隊に配備された機体がアフガニスタンに展開試験運用されている。飲出の先行する UAV であるスキャンイーグルの拡大発展型で圧縮空気を用いたカタパルトにより発進しスカイフックにより回収するという運用法も同様である。システム構成は UAV を地上管制ステーションにカタパルト1 スカイフック1となっている。機体はスキャンイーグルよりも一回り大きいサイズとなっている。水平尾翼を持たないスキャンイーグルに対し2枚の垂直尾翼を結ぶ形で水平尾翼が設けられ主翼の交代角は小さなものになっている。モジュラー化されているため回収時に翼が損傷しても一部の交換により再使用が可能となっている。エンジンは 通常のジェット燃料に加えて、感染の燃料と共通性を持たせるべく重油の使用も可能なものも用意されている。ハードポイント、機種、胴体、両翼の米に合計 17kg のセンサーなどを搭載可能となっている。通常、機種にはセンサーを、両翼にはデータリンクを搭載。センサーは昼夜療養で合成開口レーダーの搭載も可能。 日本でも護衛艦に搭載する UAV の候補として名前が報じられたことがあるが具体的な動きには至っていないようである。出展、インテグレーター。諸言性能、スモールタクティカルアンマンドエアーシステムエクセクッツ、アーリー、オペレーショナルケーパビリティ。2012年9月28日閲覧。UAV マニファクチャラーズライン、アップフォーザ・ US ネイビー、マリーンス・スタス。 ティアー2プログラムディフェンスアップデート2012年9月28日閲覧 AB スティーブントリンブル RQ-21 A インテグレーターコンプレッツファーストフライトフライトグローブル2012年9月28日閲覧 ABCD 組用ドローン年間2016年8月15日発行 イカロス出版 ISBN9 兆7848億220万1957ハット ABC シドニー J フリードバーグ Jr. ドローンオン a ワイヤ、マリーンスラントニュー RQ-21 UAV バイスナギングイットウィズケーブル AOL ディフェンス2012年9月28日閲覧インテグレーターオプションズ 飲ツ2012年9月28日閲覧。インテグレーターペイロードベース。飲ツ2012年9月28日閲覧。マリーンスブリングシャドウオペレーションズ2アンエンドハットインテグレーター。飲ツ2012年9月28日閲覧。ありがとうございます。